娘さんも何かあげたんですか、ここから。え、何かあげるんですか。服、うん、服あげた。服見せてください。え、ちょうどさっきもらいました。そう、え、めっちゃええやん。綺麗。コートも似合てる。まあちょっと着てたやつだけど、ね。うわ、しかもめっちゃええやん。はい、そう、福坂が、うん、そう、最近スーツ買ったんだよな。はい、スーツ買ったから冬スーツだけでは寒いからその上に着る。スーツというかそのセットアップの。ああ、厚田屋でそれ買ったんですね。そうそうそう。ちょっと着てみてよ。いや、なんでここで。いや、見たことないし、俺二度と見ることないと思うもん。じゃあ着てみね。あの黒、あの茶色方が、黒い方がいいね。あ、でも2個買うてんの。いや、そうだよ。で、なんかその試着とかしてる時にスーツの、うん、でも靴がなんか変な、ニューバランスのスポーツシューズみたいなの言ってて、あ、やっぱ靴もちゃんと買わないとな、やっぱこういうちゃんとした服買ったら靴もいるなってなって、あ、じゃあそうっすね、靴も買わないとですねってなって、じゃあまたその靴はさ、次の第3弾でやろうかみたいな話して、うん、店出たら、どうする、飯食うとか言ったら、いや、ちょっと靴買いきたいっす。へぇ、そんな話で、そんな話です。それも動画になってんすか。それも一応撮ってるけど。楽しみ。すげぇ。え、靴は新品で買ったんですか。靴はでも古着のドレスシューズみたいな。着る機会あんの。絶対着きます。だから映画で、映画で着るんだ。映画行くときに着るんだ。映画行くときに着るっていうスタンスはかっこいいな。うん、まあ、あと合いますもんね、めちゃくちゃ。あのコートとセットアップって。長髪も合うし。そうね、服さがやっぱね、ロン合うんだよな、そのか。おお。あ、めっちゃええやん。あ、あ、めっちゃええやん。これフェンディ。いや、全然かっこいい。え、うん、めちゃくちゃかっこいいよ。うん。かっこいい、これはかっこいい。全然着れるし、着れるんですよ。まあね、それぞれ別々でもいいしね。そうなんですよね。これです。セットアップが。セットアップってなんかおな、なんかすごいお得だなって思っちゃったんですよね。そうそう、だから上下セット。いや、楽よね。俺も一番好きセットアップ。考えなくていいもんね。うん、これ下なんだろう。そうです。え、じゃあもう一個の方着なよ。まあ、これはまあいいじゃん、わかるじゃん。え、かっこいい普通に。もう一個の方もやばい、ね。え、めっちゃかっ、え、すげえ。あれ欲しいな。昼間あれ欲しいですよ。あれ、あれそれくださいじゃあ。いくらすると思う。多分もらえるし。昼間もう全然見せてくれなかったっすよ。何買ったんですかとか聞いても、いやちょっととか言って。やっぱハイネケン。酔っ払ってんの。なんだ。今のフェンディね。今のフェンディ。一世見上げて、まあ形ちょっとね。いや、これはもう驚愕だ、驚愕だと思う。まあ、まあ、ハード、あんまハードル上げすぎる方がいいけど、ね、普通に、普通に見てほしい。いや、そう、服装から出してないですよ。そうだ、まあ、アクティブになったもんな、服装から。今までのあいつの生活習慣のルーティンやったらマジでいらんけど、うん、まあ外行く機会あるし、うん、そうだよ、はい、よかったよかった。しかもさ、あいつなんかやっぱちょっと顔立ちとかそのロン毛とかもあるけどさ、全然初見の人見たら、あ、ほんま服好きな人なんだって見えるよな、正直。今の時格好としてた、ああ、そうですね、うん、ファッションロン毛やと思って、ね、ファッションロン毛だと思って、わあ、かっこ普通に良かもしれない。もうすごい。わあ、かっけえ。これめちゃくちゃかっこよかった。ここまで出てきて、かっこいい。いいやん。こんなスタンドカラーです。これスタンドカラーって楽しみます。くださいって。舞台衣装にさせてください。もう。あれ。え、上杉に、じゃああげよう俺が。来た。そう。来た。いや、いや、そう、マジ？なんか あるっけ？マジめっちゃかっけー。ね。この素材、生地もこれめっちゃいいんだよ。すごい。もうあれ、お、終わりだって言ってる。はい、ほら、これはすごい。この この10キロあるから。ほんまいいな。10キロ、え、
これ洗濯し終わった後これ、ね、重い水吸ってる？いや重っ。これまあ、着てみて。これその質感をカメラで伝わんのかなこれ。もう。あいさん撮影するときによく着てるイメージあります。あこれ。あでも似合ってるわ。確かに。うん。冬のあれがないんだもん、ね。舞台衣装にしないよ。いや。嫌われるいやいいよ、いやむちゃくちゃあったかいけど、うん、おはようございますとか言って嫌われないいや全然俺それでおはようございますってやってたし大丈夫やったね。めっちゃあったかいけど、え福さんがそれじゃあ着る？マジっすいやマジっすかな。確かに上杉よりは福坂の方が着てそうな感じ、うん、そんな変わらんで、その大島さんからもらったやつとうん、むちゃくちゃあったかいですよ。ああ重い、確かに。そう、自分もこれ着てました、ね、外で着てた、着てた着てた、着てた、もういいやん、エレガント。確かにいや、でも確かに大ボスになってくる。上杉よりは似合ってるわ、うん、確かにあるな。え、それ本当あげるの？あげていいの？マジであげる。お、よかったじゃん。手上杉、いやいや、福坂、え、どっちに？上杉はマジでキーの分かってる。福坂これ着る？ちなみに着る？これは。ちょっと誰か着方をレクチャーしてくれる。これでいいね。中にこのジャンプの T シャツの中に。ジャンプでいい。T シャツでいいんですか？でも確かにこれ。あ、これさ、だからこれさっきの、うん、ジャケットのにこれは？これやで。ちょっともう一回着てみて、うん、そのさっきのジャケット着てそれ。おめ。いや、捨ててるんです。いや、俺も好きやってん、これ面白いから。いや、これやっぱね、重かったんだよね。いや、それじゃないで。いやいや、これでもいいじゃないですか。ボタン適当に止めるよな、うん、普通にフォーマルだね。衣装としてもかっこいい。うんうん、いや、でもめちゃくちゃかっこいいけど、めちゃくちゃかっこいい。飛行機から出てくる。確かに。プライベートジェットから。ゴージャスだな、なんか。そうそう。でも別に違和感ないけど、うん、正直。お前。可愛いよ。俺あと3キロ軽かったら着てたもん。重さなんすね。何キロある？すごいな、これ。もう暑いもん。真冬だな、真冬。これで実家帰ってるのいいやん。うん、なんか確かに北海道のあれには息子ちょっと頑張ったんかなって思うよ、東京で。どうしたんだ。変わっちまったな。いやいや。すごい、でもかっこいい。うん。北海道ぐらい寒くてるマジで。いいよ。それじゃあプレゼントな。いやでも。めちゃめちゃ服もらうの嬉しいですよ、なんか。これってこれ着て寒いから朝スマブラしちゃダメっすよ。うまいね。中のジャンプもあげたもんな。そうそうだった。で、アワジさんからはその誕生日とか関係なくちょいちょいもらってもらうんで、で、ウィスイからもなんかそっくりたし、まあでかい目のなんか T シャツ。あ、T シャツ、これもう着ないね。着ないやつを。え、これめでもめちゃめちゃ着てますからね、そういうやつ。めちゃくちゃ欲しそうじゃん、うん、さっきからずっと衣装にしようとして。か行ったらいいやん、厚田やん。マジでセットアップ豊富なんですもんね。めちゃくちゃ豊富。また入荷したって出てましたよ。お前もフォローしてる。めちゃ見てるじゃないですか。ちなみに昨日の厚田屋の、うん、モデル福坂だからな。え見よう、セットアップの。あ、それはでもちょっと出すタイミング考えてもらわないと。いやでも分かんないです。多分分かんない。顔は出てないから。あ、なるほど。動画で今そうよ、こっちまだ出てないん。え、昨日かな、ストーリー。いや違う、多分普通に上がってると思う。セットアップ来てるやつ。大島さんもですね。俺もそう。えっ、ー、分からんな。あ、これ大島さん？これ福さん。全然、あ、髪これですか？あー、なんかやっぱ身長あるからスッと見えるね、うん、福田さん、うん、
ちゃめちゃ楽しかった。マジだよ。あ、そう。で、これかっこよ。単純に、やっぱ服詳しい人の話聞いてるのすげえ面白かったですね。そこも撮っとけばよかったな。でもちょっとタイミング悪かったでしょ。そうですね。来てるやん。そんで我慢できない。我慢できなくて。あ、でも、ハブ。来てそう。どういただきます。ダメだ、ダメだよ、めちゃめちゃダメだこれ。一斉、はい、やからちょっとまあ物はあれとして、あれ多分今日言ってたラジオでもなんかそのしゃぶしゃぶ食い行こうって言ってたじゃん。それは流れてんの、うん、今日の乗ってるしゃぶしゃぶ食い行こう。しゃぶしゃぶ言ってましたよ。全部候補みたいなの流れてた。どうしよう、みんなしゃぶしゃぶでいいんだ。しゃぶしゃぶしゃぶか。でも副作はそれだとしても別に個人投げると、なんかその欲しい、本当に普通に欲しいスタジアムの何割か出すとかでいいなと思ったんですけど、どうせ今日ないからと思って。じゃあ例えば3万のスタジアム欲しいですってなったら何割出すの。1まで出しちゃって。でも 2出せないよこいや言いましたよ、自分そのスタジアムは自分でちょっと買うんで。買わないじゃん、あの付け払いで買えるの？買えんの ?3 万2万4値下げ交渉はせえへんの。え、そのまましよう。長瀬くんのやつ、あれ、うん、サイズがちょっとね、そこが怖いんですよ。でもサイズ危ないよ、メルカリのサイズってさ、絶対そこなんで服買わない理由それだもん。服欲しなってくんな、この話だから。あ、もうあんま行かないですか、もう服買いに。最近全然行ってない。でそれなんでカメラにお金かかるからってこと。あ、そうっすね。あと、いや僕ね、あれなんですよね、そのままジム行きたいんで結局ジャージ着ちゃうじゃないですか。確かに多いですね。だからおしゃれできない時あるんですよ、今日行かなってなったら。あと、もうあれだ、似合う服とかなくなってきてんでしょ。いや、もうめちゃめちゃええ背中してるんで背中で、うん、でかすぎて。いや、ほんと一世見やったら来てくださいって言われない言われるぐらい。なるほど、だからそうかそうか、そうなんです。だからなんほんまに着たい服はそういうね、セットアップとかなんですけど、それ買っても着ないんで。なるほどね、はい、まあ、確かにそうだな。うん、まあ、だからなんかありますかね、ジャージで。あ、そうか、ジャージ、ジャージでおしゃれ、むずいよなと思って、うん、ジャージだもんな。そうなんすよ、どうやってもやっぱジャージやなって思われてんすよ。安いチャリも欲しいなって思いました。あるやん、いっぱい2台。はい、もうあれどっちもぶっ壊れてるんじゃないですか、うん、ペシャンコース両タイヤがなんでペシャンコース、あれなんであんな帰ってくる時まで全然無事なんすよ、うん、で帰ってきてから絶対パンクしてんすよね。いや、そのやめて、その誰かがやってるみたいな言い方。いや、なんかえ、どういうこと。いや、でも確かに俺も8回ぐらいパンクしてる。え、直してんの、その度に。そうです、1回自分で1回修理したんですよ。で、すぐ、前タイヤと後ろタイヤ修理して、うん、その後、なんか他の誰か乗ってパンクしたわ。で、アイさんがパンクの修理持ってって、その後またパンクして、そのままです。え、何年乗ってんの、あのチャリ。あれ上田のなんですよ。へー、でも奥のやつはもっと乗ってますね。もうだからタイヤが自体もダメなんじゃない、それ、まあ、確かに。わかんないですよ、自転車じゃあ買うか。うん、自転車ママチャリはいいかな、普通のやつで。確かにママチャリでいい、カゴついてた方がいい。確かに、じゃあ俺ママチャリ買ったるわ。マジですか。うん、誰に。上杉ペニーときてママチャリ。ああ、移動系。そうそう、来年はだからモンキーすごいな、急に上がったけど、だいぶバイクっすよね、うん、ちっちゃいバイク、ちっちゃいバイクな。そう、あ、ちょっと来年早く来ないいいよ、まあ、チャリにいんちゃう、高いか。いや、でもママチャリだったら6、7千円で売ってると思う。そうですね、安いやつは1万いかないです。下北とか多いんで、ライブとか。ママチャリで行くの。
え、こっからママチャリは結構遠いぞ。全然行けますよ。ママチャリで？はい。へー、あ、そっか。アイスさんこっからなんだっけ、中目黒ぐらいまで行ったんですよね。行ってた。毎日。ママチャリで？いや、マウンテンバイク。そら行けるよ。ママチャリの重さ知らねえだろ。いや、めちゃくちゃ重いぞ。ママ全然違うから。そんな違うんですか？あのクロスマウンテンバイクとママチャリって。いや、ママチャリの凄さ知らないでしょ。いや、俺ずっとママチャリの雲の上に乗ってるような感じ。いや、ちゃうって。いや、ほんと、俺クロスバイクってこんなんやん、うん、だから尾てい骨で体支えなあかんけど、ママチャリほんともうこのまま移動してるの。いや、でもそうですね。いや、そうそう、全然進ま、まあまあ進むけど進まない。いや、でも俺ずっとママチャリで学校通ってたから、俺みんなそうですよ、ママチャリで、その後クロスバイクとか乗ったら全然、うわ、違うなってならんかった。ママチャリでは楽ってことちゃうって。ママチャリ進まないんだ、全然。あ、じゃあアイラウトってあれにしたらカマキリ、こういうの逆にいないって。あれあんのかな、あのハンドル、あの、流行ったよな、極太タイヤとな。ああ、あるある。あの、下チャリで売ってるわ、下チャリ。あ、下チャリ、めちゃくちゃ高いだろ、下チャリ。チャリやな、自転車1台あった方がいいと思う。みんな乗れるし、はい、あ、なるほどね。なんか SV 行きやすいもんな。まあそうですね。でもチャリでもいい。なんかすぐパンクさせられるって思った。誰に支援してると思う。誰のせいだ。じゃあだからこれで改めてさ。ちなみに俺はまず一回も乗ったことないわ。そうです。いや、でも俺もこの家来てほんまパンク修理に関しては10回は行ってると思う。うん、上杉じゃない。じゃあ、いや、その上杉乗ってるじゃん。あんま乗ってなかったですよね、もう一個の方は。そうそうそう、もうパンクしすぎて。そうですよね。いや、俺は 乗ってましたけど、その時はパンクしてなかったですよ。そうです。誰かがしてるってことじゃ。いや、な、僕はもう東京の道やと思ってんやけどな。そんなしないよ、パンクって。何回も何回も。でもびっくりしてるんですよね。半年に1回ぐらいだよ、パンクって。北海道で駅とかに止めてる時はすごいすなったんですよ、いたずらとかもあるし。だけどこっち来てパンクさせられるみたいな。パンクさせられるじゃないですけど、あんなにパンクするんだって思いましたね。なんかもうチューブがもう傷んでるか。あ、まあ、もうタイヤ自体はある。それは正直ある。それじゃない、あんま空気入ってないのに乗り回したりとかする。え、それって言ってくれるけどね、自転車屋さんが。もうこれ結構もうチューブ寿命来てますけど、タイヤごと変えないとこれまたすぐパンクしますよとか言ってくれるけど、もし本当にそうなってたら、うん、それ言わないってことは大丈夫なのかもしれないね。だからまだそうなると謎だけど。俺スケボーで買い物行ったり、うん、スーパーとかで両方に持って乗るから、むちゃくちゃこけたことあります。アップな、アップな挑戦者だな。絶対やめた方がいいじゃん、それ。なんでカバン持ってかないの。いや、そこなんですよ。そこなんすよ。ママチャリ7000円ってもうそんな時代終わったんじゃないですか。いや、あるよな、絶対。ありがとうございます。そこホームセンターとか行ったらそんぐらいだよね。まあ、そんないいやつを求めなければ、うん、そんなもんだよ。絶対1万しないよ、そのちゃんと変速ついててとかなったらもうちょっと1万ちょい超えるぐらいかもしれないけど、うん、普通のおもちゃりだったらマジで7、8000だと思う。もうちょいと思うかな。まあ、私東京の物価があるか。ああ、確かに。で、例えば地元のコーナーやったら7000で買えましたけど。確かにそれは分かんないです。でも後ろいらんもんな、あの2台とか。2台学生自体はあれないのはもう自転車じゃなかったね。そうですね。確かに。でもない、あれいらんもんな。というかあれママちゃんには絶対ついてるでしょ、2台は。いや、ないっすよ。え、ないやつも全然ないやつあんの。はい、全然あります。へえー、そうなんだ。ついてなくていいよな。なかったら安いとかあんのかな。いや、変わんないと思いますよ。カゴ変わんないよな。カゴあって、これで後ろは後ろにカゴついてる。前と後ろにカゴつければ、いや、あのお母さんが。ああ、ママのね。ママめちゃくちゃ便利ですけどね。そうだよ。うん、米も買えるしな。うん、ケースで飲み物も買える。ああ、確かに。あったら、ああ、ギアだけつけていて。ギア、ああ、それでも1万超えてきちゃう。あ、それ変わります。ギアは変わるよ、めちゃくちゃ。なんか後付けでなんか漕ぐのが楽になる、なんかパーツみたいな。え、へえ、
何やったっけな、そんなニュースで見てびっくりしたんですよ。すごいねそれ、はい、画期的だね。そうそう、効率よく力が行き渡るみたいな。最強じゃん、はい。でもママチャリにそれつけたら結局なんか2、3万とかして、じゃあ他の普通のチャリ買えるよって なっちゃうかもしれないよね。だからそれでもそれが 2、3千円なら革命だよな、うん、確かに。そんななんだ。自転車に後付けで電動化が可能な X シフター。それ電動化か、まあ、おいくらですか。ちょっと2万なんですよ。高い高い。それだけでそれだけで、うん、じゃあ買うわ。2万じゃなくてスタジャン買おう。スタジャン買うの確かに高っ。2万7千。じゃあチャリ買うって。でも今もお母さんみんな電動乗ってますよね。そうっすよ。いやだからすごいよな、あの当時俺らの子供の頃のお母さんたちは。確かに、いや確かに。でもそうだね、確かにな。電動のチャリって10万ぐらいするでしょ。いやするでしょう。確かに。でも東京はもうないと無理でしょうけどね、坂だらけ。坂はそうだね。確かに。確かに。だからそれでチャリ、ママチャリでウーバーもすればいいじゃん。ああ。おお。できんですか。できますか。できる。もう やろうと思えばできるんじゃない。ウーバーイーツ。自転車ね。いいじゃん。30歳誕生日ママチャリに。カゴ2つ。いやいいね。いいと思うけど。え、あれってもうなった。あ、昨日か、うん、あ、そうやった。そうだ、昨日というかもう日付変わった。そうだ。え、じゃえ、大工が言われ、お母さん親とかから来たの、おめでとうって。あ、父親から LINE 来ました。なんでしょう。そうそう、いろいろ考えましょうとか。あ、そう。あ、そういうのか。30歳。うん。え、結局福さんが何歳やったん。あ、自分はもっとミステリアスでいいと。それよくわかんない年齢、何歳なんだろうみたいなぐらいがいいと。あ、まあ僕らがね、まあ、20代チームと30代チームに、はいはい、完全に完全に。なんで20代、お前はなんで。いや29なんだよ。いや一緒だよ。昨日までお前も20代チームやったね。一人なんか30でやってるのに練習漂わせてたけど。おい必死かよこいつ。何年前もうどうせすぐ一緒やっても。ね、ギリギリ20代チームか。年が変わった大晦日な、ね、元旦になった瞬間みんな同い年なんだよ。それは同じ年に生まれたら関係ない関係ない、その何月生まれとか。タッチさんからさ、それ忘れてたの。一応あ、やったのその動画。いや、言ってたよな。はい、聞きました。その概要とかはもう聞きました。あ、そうなんだ。でも早く食べないと何の意味もないよな。そうだよ、これせっかくアップルシートじゃん。そうなんだ、ね、アイシートがもしかしたら。そう、タクヤさんがどうしても草加にリンゴでスイーツ作ってほしいって言ってたから。だったらアップルパイ。アップルパイ食べたいな。で、吉野さんは山芋で、うん、あの山芋のふわふわ焼きをあ、そうそうとろろにして焼いて、焼くんすか。それでケーキ、山芋焼いて、ケーキ。とろろご飯食わしてください。あ、とろろご飯ね。でもこれ、なんか自然薯ってわかる、はい、ぐらい粘り気強いらしいから。そのサラサラじゃないのよ、山芋。だから多分焼いたりした方がいい。お掃除とかにもね、役立ちそうですね。何でやっ山芋で。はい、ほこり結構取れそうじゃないですか。もっとあんねん、ほこり取りやすいやつ。あ、粘着が、うん、いや、もっとあるって、粘着。クイックル山芋。プリン食べよう。そうです、種類があります。あのプレーン食べちゃったんで。あ、いろいろあんの。あと、レモンサワーもあるよ。コーヒーに大丈夫です。コーヒーゼリープリンと。めちゃめちゃ可愛い。プリン。はい。そんなんがあるの。はい。まあ、水色可愛いやん。あ、それなんだっけ。
それが多分チョコプリン。あ、これが、あ、いいね。プリンの口やったからチョコじゃないのよね。スタンダード4つとかの方が良かったっすね。うん、あと1個、大島さん食べたんでしょ。食べた、かぼちゃプリン。かぼちゃね、かぼちゃ好きやなあ、かぼちゃ好きなんですか。かぼちゃ好きだよ。そう、自分かぼちゃ煮物とかよくやるの。全然いつも食べたいけどなくなってんの。全然食べてない。鍋の中ないな。これはコーヒーゼリープリン。最近レンコン絶対うまい、絶対うまい。ピータンみたい。見てごらん、ゴッケー中華一番です。めちゃめちゃコーヒー飲んだ、みんなで。いや、二人飲んだ。コストコ行きたいよな。はい、イケア行きたいわ。イケア。なんでですか。イケア超楽しいじゃん。ホットドッグ一回食べれるからでしょ。コストコってでもあれカードに作んないといけないよ。でもこの家もしその定期的に行くんであれば、めちゃめちゃ向いてると思いません。確かにね、え、大量に買ってもみんな消費できんねやし。月1回コストコに行く日作る。ああ、コストコ日いいじゃないですか。ああ、まあいいっすね。ニコニコレンタカーでね、レンタカー。そうそうそう、そこで1ヶ月分の食材を爆買いする日を。それやったらあれか、ママチャリ4つ分買った方がいいか。何で行くのめちゃくちゃ遠いです。いやでも何で行くすぐにやんねん。4で行こう。いやいや、違う、あ、マジめちゃくちゃコストコ、そのめちゃくちゃ近所の感じで言ってるけど、めちゃくちゃ遠いから。でもママチャリの後ろに大きなティラミスこう載せれますよ、ね。うん、それ1個ティラミスで潰れる。大事な2台が。いやでも寿司の、いやあの、いやいや、蛇腹みたいになってるやつ、はい、車で行かない、乗らんから全然。あ、すごいな。いやでもね、なんか学生時代戻った気持ちになるよな。遠いところみんなでチャリで行くってやったやろ、それ。やったけどさ、隣町のとこまで。まあ、やったけどさ、帰り遠く感じる。めちゃめちゃ遠いよ。行きギリギリな、行きギリギリで、うん、隣のそこいいっすね。札幌から隣の島で行きましょう。ちょっと、札幌、北海道の隣の市ってめちゃくちゃ遠いだろ。市がでかいから、うん、すげえぞ。往復片道2時間ぐらいの。うわ、え、チャリですか。チャリで。へえ、すごっ。そっちに住んでる友達と卓球しに。めっちゃ卓球したかったんですね。そうだよ、卓球ね、卓球部やから、はい、卓球上手なのよ。それ見たいな、福坂の卓球。あれ、か買ってなかったっけ昔、バタフライのラケット。ラバー。あ、てかもうその当時使ってたのがあります。今持ってんや。へ、はい、いいね、マイラケットね、はい。コストコって東京かだとどこにあんの、わかる場所。東京こっから一番近いコストコ。浦和。え、埼玉まで行かないんじゃないの。やる、ある、川崎にもありますし。あ、川崎か。川崎ってどこ。え、でも川崎ってもう神奈川じゃないの。そうですね、都内。都内はないのか。川崎もまあまあ遠いだろ。いや、車行ったらするんですけど。埼玉って行くことある。いや、ないな。埼玉ってマジで行くことないっすよね。ないですね。なんでなんやろ。神奈川と千葉めっちゃ行くやん。あ、神奈川もあんま行かへんか。そうか、そうか、幕張とかも千葉だよ、ね。埼玉スーパーアリーナ。ああ、もう行ったことあるけど別にさ、埼玉感はない。うん、まあ東京には多分ないっすね、これ。へえ、市川。ああ、千葉だ。千葉です。川崎、相模原。それも神奈川だよね。神奈川で相模原、入間倉庫っていう。あ、それも、それ埼玉じゃない。埼玉、所沢市の近く。あ、まあでも車じゃないですか。そうです、越谷の近くです。越谷、レイクタウンだ。マナカに頼めばじゃん。まだ働いてんの。なんでびっくりした顔してるの。そういえばそんなとこからあのチャリで来てたんだなと思って。あ、ほんまやな。あ、そうだ。まあでも本気なやつやけど。車だって1時間ぐらいか。じゃそんなかかんないですよ。
そんな近いんだ、めっちゃいいじゃん。どこがいいですかね、一番川崎が一番近いんじゃないの。そんなことない。じゃあ普通に6時間とかレンタカー借り、6時間だってそんな4、5000だもんな。ニコニコレンタカーもっと安ないですか。ニコニコレンタカー K でいいじゃないですか。全然 K でいいね。ちょ運転できるの誰、淡路できるっけ。できます。あ、じゃあ大丈夫か。練習にもなるし。怖いな、でも淡路で運転。めちゃめちゃ怖くないですか、東京で運転。12時間2525円の格安。そうや、12時間。ニコニコレンタカー見たことないですか。いや、それなんだかんだ2525円じゃないでしょ。ああ、すごい。結局ニコレンはでも安いイメージありますけどね。ニコレンって言ってるやん。結局5000ぐらいすんじゃない。でもこの近くにないとダメですもんね。あ、そっか、赤いですか。この近くやから港区ちゃうやん。麻布ないって。麻布にこんな家ないない。意外とあるんですよ。あ、あります、あります。いいじゃん、コストコ行こうぜ。あ、でもカード作んないと。あ、コストコ。なんで休業日月曜日です。いや、なんでみんな月曜日初めて聞いたけど、その月曜日に行くの。月曜日大丈夫です。でも大丈夫だと思いますよ。 S クラス2420円から。安っ。カーナビいらないでしょ。まあいらないね。あ、でもこれ保証とか入れたら高なのかな。一回じゃあちょっと出しますね。いつ行きます？カードは？入会費ね。それカードってそんなすぐ、じゃあ明日行こうってなって。あ、そっか。もらえないでしょ。そんな行けるでしょ。あ、でその場で作れます、並んでるけど。あ、そうなんだ。じゃあ行く日決めようぜ。マジで全然行きたいわ。19日も三角であるよ。マジで行けんじゃん。19日明日ってこと。いや、だから今明日で調べても。あ、そういうことあるからってことね。明日みんな何してんすか。明日ライブだ。自分は全然大丈夫です。上杉、明日ライブダックスです。あ、そっか、ダックスか。あ、じゃあダックス前に行けばいいじゃないですか。本当行く明日じゃん。全然いいよ、別に。朝11時から帰れますよ。すごい。じゃあ11時から 4,5 時間でってことだもんね。うん、もう全然いいけど。アイさんないんすか。俺も明日はもうあるやん。いや、ほんまになんもないです。じゃあ明日行く。はい。すげえな、いけるもんやな。いけるもんだね。なんでその面倒くさいっていうのだけやな。確かにそれはあるんですか。いやいや、でも俺はギリ楽しみが勝ってるわ。待てよ、どうやって。みんなニコニコレンタカーでちょっと。わ、俺前カード作ったことあるけど今もうないな。作ったんすか。なんかめっちゃ昔だけどね。昔からあるっけ。あるあるある、結構昔からある。何時までがリミットっすか。17時。16時だな、リミットは。そんな5時間。あれ、いけそうやぞ。店で店頭で決済する。お、いけたんちゃう。あ、でも面積保証プラス、あ、入ってるってことか。会員が2420円。安っ。でもやっぱ保証入ると4290円ですわ。まあ、1人1000円ってことでしょ。はい、全然いいけどな。保証は絶対入ってはいい。怖えかな。で、Amazon のアカウントでいけんの、うん、すごっ。うわ、いけんのか。明日すんなり決まりました。確かにこれ結局流れるやつだと思ってた。行こうっつって。行こう。4290円、6時間、11時から。11時からってことは5時まで行けるのか。はい。あ、いいじゃん。でも3時よ、今もう。だから頑張った明日、9時にみんな起きて。だって10時に家出ないといけないでしょ、そこまで行くの。10時過ぎぐらい。
俺らがもう準備し終わって玄関出たらもう車あるでしょ。でもこれ俺が登録してるから俺行かなかね。あっす。待って9時に起こしてはやるわ。どうせもう起きれねえだろ。マジかよ。上杉マジで一緒に行こう。はい、俺多分あの運転怖いし。上杉もや運転やばい？大丈夫です。ドンキでハンドルカバーだけ買っていいですか？ゼブラ柄の。いらいらいら。モフモフのフロントのガラス、はい、毛のやついらないね。そのヤンキー仕様にしなくていいから。まあ、楽しみ。コストコ動画撮れるな。コストコ動画だってコストコでさ、 YouTuber の人とかコストコで爆買いみたいなよく動画あるけど、結果行ってきましたで買ってきたもの。あ、そうなんです。まあだからまあいいね。道中と最悪中はなんとなく、ね、道中いいっすね、車の。スウィーレンの花のように。え、じゃあ明日福坂セットアップ着ていきなよ。福坂さん、明日仕事っすか夜、うん、違う、それはそれは違います。普通にあれっす。着ろや、いや、そういう、そう、今日、明日だろ、絶対。明日はボブ周りを着ます。じゃあ、にアンジャーのコート着ね。え、ボブ周りにあのモアモアのやつですか。じゃあトレンチ、トレンチ。あ、トレンチですか。ボブ周りにトレンチ大丈夫ですか。全然。じゃあ、まあ、ジージャンでもいいじゃん。それか、ファットスタンダード着ます。何それ。青いやつ。あれはパジャマだから。ツタヤに着て、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 着てたけど、確かに。ファットスタンダード。オロカンジャー。すごいけんだ。じゃあ明日はコストコにみんなで行きましょう。